という、そうですね、はい、まあ、ちょっとやりにくいでしょうね、タイガースね。ですよね。ですから、あの2010年、11年、12年と3年間にわたって1勝ずつ、はい、このタイガースからして、その今度はこちら注目、伊藤の立ち上がりです。前回のカープ戦で5回7安打5失点2軍で良かった時の状態を知ってるキャッチャーということでしょうね。なるほど。落ちる球です。空振り三振、高山三振でワンナップルな投球をしてきます。伊藤潤、はい、球の勢いのピッチャーだというふうに見てまして、2013年、14年、15年と白星がないというこの伊藤潤希のまずはリードをもらいました。ですね、あの、はい、組みやすいというのはあるかもしれませんね。あ、もちろんその頃切れ目なくなりますからね、ストレート、そんな詰まった、ショートゴロだ、4、いや、6、4、まあ、ですから非常に鍵であったりチャンスメイクであったりね、はい、もちろんあの返したりとかしてますけれども、スタートです。捉えたあたりですが、レフト工藤へのフライです。昨日は来日して初めてという1試合2ホーム、ショートゴロです。ショートは堂上、20日以来の今シーズンの先発2度目という感じはしませんが、今初球打ち、ちょっとバットの芯から外れたよう、ハッピーバースデー歌声に包まれています。包まれて北条、現在4試合連続ヒット中です。ライトの打球、こちらの方向は甲子園、今日は逆、守備に関してはね、昨日試運転しましたからね。そうですね、8回から昨日マスクをかぶりました。今年の鶴岡の第1回、平田のスリーランホームランで中日ドラゴンズが一挙に3点、市の前のなんとかなのか。そうですね、はい、4回ですからね、それがね。あ、4回ですね、はい、はい、ただね、昨日あたりではね、江越君だったり、はい、ああ、バットが折れました。手がしびれてなければいいんですが、結果は3、あえて言うならラッキー4というこのところのタイガースの4回、セカンドゴロ、セカンドはエルナンデス、3試合連続、いや、これで3試合連続の戦ではプロ初打点も挙げました、ね、はい、また荒木君うまいですからね、バントね、さあ当てて足を生かしてというところですが、ショートという怖さを感じてないという意味ですかね、はい、そうですね、例えばストレート、はい、こういうのが一番怖いわけですから。あ、なるほど、まあ、俗に言うところの少し荒っぽい打撃になってしまう、はい、そういうピッチャーと対戦するときにはいつでもいけると思って大振りになるのが一番怖いですね、はい、これも上げてしまいました、レフト、最後は工藤、これも、ね、消えちゃってますからね、はい、ただですからね、はい、センターの左、面白いところヒットになるんです。ね、頑張らなくてはいけないシーズンということで、打線きっかけになりますからね、はい、真ん中付近に来ました、当たりそこらになった、面白い打球になりましたが、ピッチャーがゆっくりボール取って落ち着いて一塁送球です。ちょっとランナーと交錯というのは続いています。バッターは新井亮太、
歓声が上がりました。飛距離が今一つ、レフトの工藤がボール、まあ、下で原口登場、はい、ね、分かりました。ファウルボールです。バットを出しました。ファウルフライです。大きな際どい打球ですがスタンドイン。まずは高めの変化、乱れが出ている伊藤、外のストライク、ね、はい、何かあったらもうどんどん出てくると思いますね、はい。先ほどの回はちょっとこうボールが先行するという投球になりました。ハトライ、前の打席とかをいろいろ考えすぎてるのかな。あ、セーフバントだ、ファールボールですからね、はい、まあ、その傾向ははっきり出てるわけですね、はい。この荒木は昨日現在で今シーズンヒットが4本なんですが、半分の2本が内野安打です。ちなみにドラゴンズの大島は内野安打21本あります。抜けていきました。打線全体でもまだ点が取れていないという状況でクリーンヒットになるか。センターのリーダー、これはいい当たりになった。中心打撃はもうすでに2点無償だって3人で、ここですんなりと交代になりました。そうですね、はい。2人目のピッチャーは左の福留ということですから、岡田がどうやら指名されたようです。さあ今シーズン2度目の先発、3試合目の登板。ここのところ3年間勝ち星がなかったこの伊藤が勝ち投手の権利を得てマウンドを降ります。